ゲームからの人生の教訓、羽生譲と糸井重里が織り成す感動のストーリー。テレビ番組の中で、羽生譲さんが、マザーに、の大ファンであることを語っていたことがきっかけで、この夢のような対談が実現しました。仙台のスタジオで行われたこの対談は、まるでジャムセッションのような濃密なやりとりでした。ハブさんは、自分の人格的な成長を、マザーに、に重ねながら語ります。糸井茂里は、 その成長の道筋を、名刀と怪し刀という比喩で説明し、ハブさんもこの文脈に乗っかります。この対話は、ゲームからのインスピレーションがどのようにして人生や人格形成に影響を与えるかを探るものでした。糸井さんが言います。羽生譲る物語があったとしたら、少年の頃は技術を磨いていく過程で人格もどう変わっていくのかという問いについて語ります。ハブさんは、ネスの成長を例に挙げながら、 主人公の成長とともに人格の変化していくことを示唆します。最初はホームシックに悩みながらも成長し、仲間との絆を築きながら自分を見つけていく過程が彼の言葉から伝わってきます。そして、ハブさんとイトイさんは強さだけではなく、人間としての成長が重要であることに同意します。強さや技術だけで進むと、どこかで目標を見失い、負けてしまう可能性があるというのです。この議論は、 ゲームの世界から現実世界へと連なります。勝利や成果が当たり前になると、人との距離が生まれ、自分の内面に揺らみが生じることを指摘します。この対話から、強さや技術だけでなく、心の成長や人間的なつながりが重要であることが浮かび上がります。ハブさんが語るように、マザーに、の経験は、プレイヤーそれぞれの内面に深く響き、単なる強さだけではなく、 感動や共感を生み出す要素があると示唆します。この対談は、単なるゲームの話題を超えて、人生や人間の成長について深く考えさせられるものでした。マザーに、外科にしてプレイヤーの内面に影響を与え、人間的な成長に寄与するかを探るこの対談は、まさに夢のようなものでした。この対話を通じて、ゲームが持つ力や、単なる娯楽以上の意味を見出すことができます。私たちは、 強さや技術だけでなく、人間的な成長や心のつながりを大切にすることが重要であることを改めて感じさせられます。この対談は、ゲームの世界から現実世界へとつながる重要なメッセージを伝えています。私たちは、強さや技術を追求するだけでなく、心の成長や人間的なつながりを大切にすることが、より豊かな人生を築く鍵であることを学びます。この対談は、 単なるゲームの話題に止まらず、人生や人間の成長について深く考えさせられるものでした。マザーに、外科にしてプレイヤーの内面に影響を与え、人間的な成長に寄与するかを探るこの対談は、まさに夢のようなものでした。